ジャガー R3 は、ジャガーレーシングが2002年の F1 世界選手権3、専用に開発し投入したフォーミュラワンカー。スティーブ・ニコルズ、ジョン・ラッセルラが設計した、ドニントングランプリコレクション所蔵の R3R3 は2002年1月4日に、シェイクダウンされた。2001年末には、当時のジャガーレーシングの最高責任者、ニキラウダが、直々に、 テスト走行をして期待されていたものの、前作の R2 にも劣るパッケージとも言える、失敗作であった。プレシーズンテストの不調により、開幕1ヶ月前には、テクニカルディレクターのスティーブ・ニコルズが辞任した。根本的問題は、マシンの合成不足であり、走行中にダウンホースが変化するという、致命的な欠陥がシェイクダウン時で判明した。チームはその数値計算。 特に風洞関係の数値に多くの誤りがあったことを認めた。初戦のオーストラリア GP ではアーバインが4位に入賞したものの信頼性に欠けたマシンは馬力も不足しチームはランキングを滑り落ちていった。しかしながらマルコム・オースラー、ベン・アガ・サンジェル・ラタチームから招聘したエンジニアによって改良が続けられイギリス GP より新エアロパッケージの R3 バイトを投入。 イタリア GP では、エディアーバインが3位入賞し、表彰台を得ることができた。チームは8ポイントを上げ、コンストラクターズランキングは7位でシーズンを終えた。ありがとうございます。